はい、カボス TV ゆうじです。いつもご視聴たくさんのコメントアドバイス本当にありがとうございます。今日はもう体がギシギシでございます。もう綱引きやったらもうあちこち痛くてもうやばいです。まあでもそのまんまにしとくと筋肉がこうほぐされないんで、今日また草刈りしながら筋肉をほぐして筋肉痛治していこうと思います。もうね、草があちこちボーボーでございます。もう唯一ね、このうさぎ山が少し歩けるかなっていう感じで、もう他のところはね人が歩けないぐらいボーボーになっております。もうボーボーついてね、まあそこはもう置いといて、まあまだなんとか救いのあるところから徐々にやっていこうと思います。ここのカボス畑ですね、まだまだカボスの実がついてるので、まだこの先収穫していきますんでね、ちょっと綺麗にしておきたいと思います。で少しね今注文の方が落ち着いた感じで、草刈りもできるんですけど、まだまだねカボスたくさんありますんで、どうぞ皆様今後ともよろしくお願いします。この暑い夏残暑、カボスのぜひクエン酸で体力回復と夏バテ防止にぜひお役立てよろしくお願いいたします。今日はですね、先日この上ののり面半分ぐらいまでスパイダーモアやったんですけど、この下のカボス畑ですね、全体にきれいにしていこうと思います。こののり面は以前ご紹介したマリガリ君、これを使ってのり面やってみようと思います。以前の動画は平地だけだったんで、まあのり面やってないんでどんな感じかなっていうのもあるので、今日はこののり面を、室屋さんの丸刈り君、これで、草刈りやっていこうと思います。前回ねレビューで付け方が逆だったようですね。まああれを見るとどちらでもいい感じもするんですけどね。でまずですね、のり面する前に、ついでなんでカボス畑のこの平地もやっていこうと思います。まず普通のナイロンコードで株元をきれいにして、でフェンス周りとのり面この丸刈り組んでやっていこうと思います。はい、ということで今日も暑くなりそうです。今後またちょっと雨の予報が出てるので、今日なるべく頑張ってやっていこうと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。じゃあ今日も一日頑張っていきましょう。はい、それではまずラグラグファンクション Z と、ウルトラビートシグマ、このナイロンコードで株元をやっていきます。
はい、ナイロンコードで気持ちよく刈れました。いいね、ウルトラビートね、気持ちよかった。これぐらいで切るとあれやね、ヘイマーさんを入れんでも結構ナイロンコードだけでもいけましたね。のり面とフェンス際やっていこうと思います。万能ブラシ刃丸刈り君に交換しました。これはなんか正規みたいですね。でもなんかあんまり変わらんような気もするんだけど、でこっち側にするとこのブラシ刃が差し込みにくいです。ここのギアケースにこう刺すときに結構当たって、この状態だとこの入れにくいですね。こっちの面を下側にすると、まあ前回はそんなことなくてスムーズにスッと入れれたんですけど、これだとここのギアにこれ差し込むときに当たって入れにくかったですね。まあでもこれが正規みたいなんで、これでやっていこうと思います。はい、じゃあのり面やっていきましょう。ちょっと今フェンスに強く当たったんですけど、まあナイロンコードは切れてないですけど、切れない分結構バーッと持ってかれるんで、やはりフェンス際はやっぱ回転を落として、あの安全に気をつけてやった方がいいでしょうね。キックバックみたいになりますね。でもブラシ刃の方は全然大丈夫だったですね。じゃあ続いてのり面いきましょう。はい、こういう、これなんていうの、自分たちはペンペン草とかポンポン草とか言ってるんですけど、これ結構茎があの太くて硬いんで結構切りにくいんですよね。あとこう繊維質になって、まあナイロンコードだとかいうとこう結構ねシャフトに絡まったりするんですよね。でもこんなもバンバン行きます。
はい、綺麗になりました。ペンペングさんも結構バンバン行きましたね。あとちょっとナイロンコードみたいにこう粉砕する爽快さはないですけど、でもねめっちゃ切れるんで、あの非常にいいですね。フェンス際の笹をねちょっと切ったんですけど、笹もいけますね。まあでもフェンス際はやっぱり回転落としゆっくりいかないと、まあ、キックバックみたいになるんでちょっと気をつけなきゃなかなって感じですね。ナイロンコード自体は、まあ、こんな状況です。じゃあぐるっとフェンス周りと、まあ、残ってたとこやっていきましょう。はい、終わりました。綺麗終わりましたね。ナイロンコードと万能ブラシバーの組み合わせでささっとできました。このね裏もね、もう私はあんまり関係ないような気がしますね。どっちでもいいような気がします。個人的な感想なんで、あの本当は正規はこうなのかもしれませんけど、使い心地は全然変わりませんね。まあでもあとここ入れるのに
このギアケースに当たるんで、まあ、自分は逆向きで今後使おうかなというふうに思いますね。そっちの方がこれを入れやすいですね。ブラシ刃の方はまだ全然大丈夫ですね。フェンスギアも結構丈夫なんで、強くいくとバッとキックバックみたいになるんで、ちょっと回転を落としていくと全然綺麗に刈れましたね。本当この丸刈り君は結構いろんな場面で使えそうですね。今後ですね、今日はまあのり面だったんですけど、まあいろんなところでちょっと使っていこうと思います。まあ切れ味がどれぐらいどう変化するっていうのもね、見ながらいろいろと試してみようと思います。今日は綱引きの後の筋肉痛、体ギシギシでしたけど、まあちょっと体を動かして少し筋肉痛が和らいだ感じです。はい、暑くなりました。今日はですね、カボス畑のうさぎ山の一番下のところ、ナイロンコードとあとバンドブラシ刃の丸刈り君で、全部のり面から全部やりました。ここののり面は半分はスパイダーモアでやってたんで、とても楽でしたね。はい、ということで今日の草刈りはこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。